橋が見えてきました。ちょっとよくわからなかったんですけど福岡県入りました。いやー美味しかったです。今度はこう西というより南下していくような感じで運転していこうと思います。まずは日田、大分県の日田という町に行ってみたいと思います。ただいま日田駅にやってきました。日田駅といえば進撃の巨人の作者の磯山はじめさんの出身地ですね。進撃の巨人ファンとしてはちょっとここは外せないと思って来ました。それではここでは省略します。やってきたのは三熊飯店、焼きそばですね。焼きそば有名なんですよね。それでは日田焼きそばいただきます。スープ付き。北の町を満喫したので次は南下して熊本市街の方に今向かっています。南へ行ってみます。それでは失礼します。いつの間にか熊本県菊池市熊本県に入ってました。今熊本城の周りを回ってます。やってきたのは慶華本店です。一度来てみたかったんですよね。じゃあ食べます。僕はターローメン、くんさんは慶華ラーメンキャベツトッピングです。ごちそうさまです。加藤清正公、熊本城ライトアップされてます。ご利用ありがとうございました。気をつけてお帰りください。全然ルールわかんないですけど、どこに行くんだ。あの電車の向こう側に行くのかな。それはどう行けばいいのか分かんない。右に電車走ってるし怖いね。電車と並行してるよ。大丈夫。悪魔もんだ。外は大雨です。本日はここから天草にある関海アルプス登ろうと思ったんですが、多少の雨なら僕一人で登ろうと思ったんですけど、ちょっと土砂降りなので参考後の車もびちゃびちゃになっちゃいますし、そもそも土砂降りだと危ないので残念ですが、天草上陸しないでそのまま南下して鹿児島まで行ってみたいと思います。天草のアルプス登りたかったんですが。じゃあお世話になった道の駅でちょっと買い物していきたいと思います。面白寿司握りですね。こちら買って帰ろうと思います。もうすぐ食べましょう。めちゃくちゃ身が厚いですね。じゃあ食べますか。どうぞ。はい。うん、うん、身が厚くてプルプルして美味しい。なかなか雨降ってますよ。これ熊本県警察って書いてある。本当は明朝体チックなやつなんですね。なんか新鮮ですね。タイ汁の南里さん到着しました。お邪魔します。タイ汁定食を注文、はい、お願いします。はい、貝汁定食、白身魚付き。これめちゃくちゃ美味しい。ただいま鹿児島県、何市なんだ、鹿児島県出水市入りました。来ましたね鹿児島。もう車で行けるところの最後の県じゃないんですかね。あ、鶴平市まで7キロって書いてある。
だから。じゃあ行ってみていたらラッキー。そう今日今だとね。鶴って見れば鶴ってわかるかな。ここ見るとうじゃうじゃ見て釣るとわかる。だから顔が赤いよ。ああ、単調ってことか。白、こっち白って顔が赤い。何あれ？あれ？あれ釣るじゃないの？あれ？え、これ釣るんだよ。ちょっと路中させてもらって。うん。釣るいっぱいいるわ。これは釣るですよね、皆さん。ズームしてみますか。はい、鶴さん。鶴さんだ、これは。完璧。黒いのもいるもんね、確か。いや、こういう感じだったさ。こんにちは。こんにちは。皆さん見えますかね。畑に点在する鶴たちですね。一生懸命何かを食べてるようです。結構もう飛来のシーズン過ぎてるみたいですけど、いますね、まだ。よかったです。こんな簡単に見れちゃうんですね、鶴。鶴いました。鶴は静かにしないと逃げちゃうみたいなんで、気をつけて観察してますが。あ、広げた。茨城駅にやってきました。駅前ロータリーの横にある足湯で分散足湯してます。こちらの道の駅に来ました。そして鳥刺しと枕崎さんのカツオのたたきです。こちらの道の駅の自動販売機で飲み物を買います。強炭酸水。皆さんおはようございます。今日は山に登って行こうと思います。そして今日登る山、前に見える山が開門岳ですね。こちらの山今日登っていこうと思います。開門岳の登山口に行く前にちょっと池田湖に寄り道をしてみました。こちらから開門岳が綺麗に見えます。今日はお休みの日ということで、もうすでに駐車場は満車に近いです。しばらくは舗装路を歩くみたいですね。でもこの舗装路は正面に開門岳を望みながら歩けていいですね。桜と開門岳ですかね。これ桜ですよね。開門岳案内図ですね。今こちらですね、現在地2号目からぐるーっと開門岳山頂目指していきます。細い道のちょっと勾配がある道を登っていく感じですね。初めの方は2号目五尺です。ここが3号目です。山頂まであと 2.9km。 はあ、もう疲れてます。こちら4号目です。はあ、疲れた。こちら5号目に到着しましたね。結構疲れた。景色、もう景色いいね。長崎花とかここにちょっとあれ、長崎花似てるでしょ。すごい、ピョンってなってた。すごい長崎花なってるね。ここは6号目、あと 1.6 キロ、結構ありますね。ちょっと岩が出てきて歩きづらくなってきました。ちょっと苦労し始めてますね、プンさんも。ここは7号目です。もうちょっとです、あと 1.1 キロ。岩歩きで結構苦労しています。でもその横、景色が最高ですね。あそこに見えるのは、一番最南端、九州最南端になるんだと思います、佐多岬。ここまで来てるので行きたいですね。行っちゃいますか。
ここは仙人堂というとこみたいですね。仙人が住んでるみたいですね。こちらが8合目ですね。あと800メートル。はあ、ちょっと天気が悪くなってきました。ただいま9合目到着しました。あと400メートルです。ただいま9合目とちょっと歩いたところですが、遠路はるばる埼玉からここ開聞岳にやってきたのですが、先ほどまでの晴天が嘘のように真っ白な世界です。頂上手前にははしごもあったりするみたいですね。開聞岳山頂924メートルです。イエーイ。開聞岳山頂360度、真っ白ですね。あいにくの天候ですが、山頂は週末ということもあって人でいっぱいです。雨も降ってきたのでそろそろ下山したいと思います。それでは開聞岳下山していこうと思います。開聞岳の登山口まで降りてきました。お世話になりました。なんか週末イベントがあるみたいですね。なんか大きいテントとかいっぱい張られてますね。なんかキャンプのイベントがあるみたいですね。指宿キャンプのようです。駐車場に戻ってきました。 JR 日本最南端の駅、西大山駅やってきました。そしてやってきたのは瀬古丼も来たといううなぎ温泉です。こちらのお風呂に入っていきたいと思います。なんか温泉卵売ってるみたいなんで、ちょっと温泉卵買ってみます。さっき受け行かれた方ですよね。そうです、そうです。今鹿児島市街で渋滞中ですが、スタートしてからの総距離が2000キロを超えていました。さすがにちょっと疲れましたね。これで帰るとなるとなかなか気が重いです。ザボンラーメン、これ。ザボンラーメン、いただきます。窓の向こうには桜島が見えてます。そして今日やってきたのは道の駅垂水浜平、鹿児島の南の方なのかな。今日はこちらでちょっとお世話になります。こちらは鳥刺しですね。そしてこちらがうなぎ温泉で購入した温泉卵になります。おはようございます。昨日は運転疲れたので結構寝てしまいました。出発前に道の駅でお買い物します。こちらブリカンパチ丼フェアや限定80食早い者勝ち。うん、いいですねこれ。あ、これにする。気仙団子、気仙団子、うん、ブリカンパチ丼食べましょう。道の駅の裏で食べます。すごいね。よもぎみたいですけど濃いですね。ね、すごい濃い。これもかわ、葉っぱもかわいい。うん、すごいよもぎ。おいしい。もちもちしておいしい。うん。それでは今日は道の駅を出発して南下してますが、もうここまで来たので。